住之江シティナイターの日本未来プロジェクト競争 in 住之江は本日5日目の優勝争いです。準優勝戦のまずは第1弾で第9レース1-2-3-4-5-6枠なりで揃ってまいりました。さあ現在風はなく穏やかな競争水面上、6艇並んでの枠なり、1号艇の吉田敏彦が第9レース人気の中心です。2場所連続優出一番乗りなるかで1分前、2号艇で佐竹恒彦、今シリーズ手堅い走りで順位を突破なるかです。3号艇の香川元子、住之江8回目の優出なるか、4号艇の深尾智恵引っ張るでしょうか、今回住之江初優出なるかです。5号艇で小島和弘、今年6回目の優出なるかで動いていきます。そして一番外へと6号艇動いていって岸本隆が今回住之江2度目の優出なるか。残り30秒切っていまして、スローでインコースから1-2-3と入ります。そしてダッシュ勢が4号艇深尾からの4-5-6、これで枠なりで3対3に分かれてまいりました。さあまずは吉田敏彦が本命を背負った準優の第1弾で第9レース、スタート10秒前です。インコースから1番2番3番4番5番6番枠なりの3対3の進入です。1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇、ダッシュ勢から5号艇、あとは3号艇と1、3号がいいスタート。逃げる1号取り吉田、握っていって3号艇、4号艇、刺して2番、5番、6番が回ってきて、バックスレッチ、まずは1号艇で人気の吉田敏彦、イン逃げ成功。そして2番手集団に4号艇、2号艇、5号艇、インコースから5、2、4が並んで、あとは3番、6番、なおスタートは正常でした。第2ターンマークトップで1号艇人気吉田、2番手ラスですが5号艇の大島が回った、外を2番4番内から3号艇、ここで5号艇の大島和弘が2番手に上がって1番5番となってレーサー2周目とあります。先頭に1号艇で人気の吉田敏彦、2番手ラスに5号艇の大島、しかし一定身でまだ2号艇4号艇2番4番控えています。2周目の第1ターンマークの2番手5号艇の大島和弘が回るところ、追っつけてくる4号艇、その懐2号艇の佐竹が差し返してきますが、ここも5号艇大島が2番手で1番と5番、そして3番手争いは2号艇の佐竹上がってきて1号2と上位を形成、そして4号艇の深尾が4番手、あとは3号艇6号艇の順です。前提第2ターンマークを回ります。トップは1号艇の吉田敏彦、人気の中心に抜け出して2番手には5号艇の小島和弘が競り勝っています。現在の3番手2号艇ですが、内から4号艇上がってきて深尾、さあ4番2番並んで最終周回へと入ります。ここで3番手争いがもつれて4号艇の深尾と2号艇の佐竹が接戦で、さあ届いた深尾が逆転なるか。最終周回で第1ターンマークでは4号艇の深尾智恵が先に回った、今度はその外を2号艇の佐竹ですが、ここで4号艇逆転深尾、上位が1号艇5号艇4号艇の1号4に変わってまいりました。そして2号艇の佐竹が4番手に交代、あとは3号艇6号艇の順です。さあ1号艇人気の吉田敏彦、優出一番乗りで優勝戦では2場所連続 V に挑戦、5号艇の大島和弘2番手で住之江2度目の優出、3番手は道中逆転で4号艇の深尾、準優の第1弾は1号4となっています。先頭1番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、6番がゴールイン。